新人王に対抗して、ベテラン王を選んでみた。新人王に対抗してベテラン王を選んでみた2023、対象は38歳以上の選手、今年は以下の選手が選ばれました。瀬尾島洋平中日38歳、パ平野義久オリックス39歳。ベテラン王あってもいいね。ベテラン王もカムバックと違いタイトル化しても面白いですね。おかわりくん40で17本はやばすぎ。和田さんもえげついけど平野いたか。大島はあかんやろ。OPS 低すぎ。おかわりくん、40歳で17本すごいと思って見てたら、和田和弘37本打ってた。平野劇場はアカデミー賞も受賞ですね。パリーグは4人全員選びたいな。栗山さんもいますよ。涌井もだいぶ頑張ってたよ。数年前なら山本昌が無双してそうなタイトル。平球団は最高齢が西隆起やから無縁の賞やな。ベテラン王歴代受賞者2009から2023。2010年和田、いつ見てもおかしい。38歳で打率3割3分9厘、37本見て爆笑してる。38で OPS1 超えの和田、光り輝きすぎ。39歳三浦の投球回あまりにヤバすぎる。三浦さん投球回と防御率に勝敗が追いついてない。一時期はベテランの代名詞みたいになってた山本昌が一度も取れてないの面白いな。案外受賞難しいのかな。山本昌も工藤もいないの以外。その後監督になる人が多いですね。おっさんたちエグすぎて草。若手もっと頑張れ。初めて拝見しましたが、ベテラン多いですね。ぜひ、公式でも採用してもらいたい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。